はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。ちょっとですね、ゲームのね、ダウブラの、攻略の途中なんですけども、緑をちょっと回ってるんですが、ケツバリのね、アビリティで HP ドレーン、ソニックブーストと体を仕留めてくようで、どうも削り切れるような感じなので、ちょっと動画に残してみようかなと思います。長いのがね、本当難点だったんで、ちょっとでも短くなればとは思うんですけどね。これでね、どうも削り切れる感じなんで、館バニラをつけなくてもいいなってるんで、だいぶね楽なんですけど、本当に削り切れるか、削りきましたね。まあ確定数にもよるだろうとは思うんですけどね。一応これでアルブラを倒しきることができるので、少し安心してできるかなっていう感じですね。でちなみにですね、シゲチがですね、勇気の産物と、あと壁コン仲間連携 ATK ブーストですねをつけています。まあ、覚醒数もね、ご覧のようにディメンションがプラス7なので、そこもそれなりに強いっていうのもありますけどね、なんとか倒せる感じになってます。まあついでにクリアまでしちゃいましょう。あとはね、これでクリアしました。はい、ということですね。まあ以上です。移動距離が少なくてもちょっとクリアできるという感じの動画でした。ではまた動画でお会いしましょう。ラストボタン。